ヒューガは海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦。ヒューガ型護衛艦の一番艦。艦名は両政国の日向国に由来し、対戦中に航空戦艦に改装された経歴機を持つ伊勢型戦艦二番艦。日向に次いで二代目、海上自衛隊の護衛艦としては初代である。女性自衛艦17名が乗員として初めて配備された護衛艦である。ヒューガは 中期防衛力整備計画に基づく平成16年度、計画13,500トン型ヘリコプター、搭載護衛艦2,319号艦として、i h アイマリン・ユナイテッド、横浜工場で2006年5月11日に、寄港され、2007年8月23日、同工場にて挙行された命名、浸水式において、防衛大臣、小池由里子により、 ヒューガと命名され浸水。2008年7月22日に行使開始、2009年3月18日に就役し、第1護衛隊軍第1護衛隊に編入され、横須賀に配備された。本艦は実用艦として、初めて FCS-3 を搭載した。この FCS-3 は、試験艦アスカで試験していた大枠を流用したもので、 アクティブアレイの素子はすべて心臓品に交換されている。看板号は当初、DDH-145、建造番号2405号が与えられていたが、看板号 DDH-181、建造番号も2319号に変更されている。収益目前にして、急遽女性の乗り組みが決まり、トイレや風呂、更衣室などを含めた、 居住区画はそのための配慮がなされ、収益時には女性自衛官17名が乗り組んだ。2009年9月5日、横浜港にて自治体、警察、消防、陸上自衛隊、海上保安庁のヘリコプターを用いての災害時における医療検証を行った。同年10月、海上自衛隊観艦,艦式に受け越す官邸として初参加した。 同年11月10日から11月18日にかけてアメリカ海軍との二国間演習であるニュレックス 21G 演習に参加した。2010年8月20日から8月23日、伊勢湾、マリンフェスタ2010に参加するため、護衛艦、金剛、白雪、総海母艦、浦賀、祭氷艦、白瀬と共に名古屋港に寄港する。 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し、ヒューガは被災地への物資輸送及び被災者の入浴支援のため、年次検査を切り上げて、16日午後横須賀基地より三陸海岸沖に進出した s h 6 0軽症海ヘリコプター4機による支援活動を行い、ヘリコプターを活かした。 物資搬送能力は人道支援にその実力を見せた。2012年2月10日17時ごろ、宮古島の北東約 110km を北西に航行する中国海軍、郊外型フリゲート4隻、上州、同僚、河口、レンクモコを発見する。2013年6月10日から26日まで、米国カリフォルニア州キャンプペンデルトン及びサンクレメンテ島にて実施される。 米軍単独であった統合訓練ドーンブリッツ13に初めて参加した。他に護衛艦、アタゴ、輸送艦、下北、陸上自衛隊からは西部方面普通科連隊と西部方面航空隊、航空自衛隊からは航空総隊が参加した。ドーンブリッツ13実施中の6月14日にはヒューガの飛行艦板に米国海兵隊の V-22、 オスプレイ垂直離着陸輸送機が初めて日本の艦艇に着艦している。2015年3月25日、編成外により第3護衛隊軍第3護衛隊に編入され、低傾向が舞鶴に転籍。2015年8月18日から9月9日まで、米国において実施された統合訓練、ドーンブリッツ15に、総海隊軍司令式の下護衛艦。 足柄、輸送艦、国崎と共に参加。2016年4月に発生した熊本地震による被災地支援のため、八代海に展開し、物資の集積拠点やヘリの運用拠点としての機能を果たした。4月19日には輸送支援に当たっている、在日米海兵隊の垂直離着陸輸送機メガボルト -22、オスプレイが着艦し艦上で、水や食料、 簡易トイレなどの救援物資を積み込み、南阿蘇村に空輸した。また、オスプレイへの燃料補給も行われた。2016年6月10日から17日にかけて、沖縄東方海域において実施される彦目印、共同訓練に参加し、その後、8月23日までの間、護衛艦、町会とともにハワイ及び、米国西海岸周辺海空域で実施される。 米国派遣訓練に参加した。2017年1月22日及び23日にかけて、マイズ鶴港内及び、若狭湾北方海域において、ロシア海軍太平洋艦隊所属のミサイル駆逐艦、アドミラル取り物、補給艦、ボリス・ブトマと共に、日露捜作、救難共同訓練を実施した。2017年6月1日から6月3日にかけて、日本海において、 護衛艦、足柄、航空自衛隊、第六航空団所属の F-15 とともに、アメリカ海軍の空母、カール・ビンソン、ロナルド・レーガン及び、艦艇数隻と共同訓練を実施した。2018年5月8日から5月24日に、かけて、輸送艦、下北とともに、九州西方海域、鹿児島県、種子島及び、同周辺海域において、 水陸機動団演習に参加した。陸上自衛隊からは、水陸機動団第1ヘリコプター団、西部方面航空隊等が参加した。同年10月14日、南海トラフ巨大地震を想定し、和歌山県白浜町などで、日米共同統合防災訓練を実施した。同年11月27日から12月5日に、かけて、バシー海峡周辺から、 関東南方に至る海区域において、米海軍空母、ロナルド・レーガン他艦艇数隻と日米共同巡航訓練を実施した。現在は第3護衛隊軍第3護衛隊に所属し、提携校は舞ずる。用途配信になった SH-60J が搭載されている。用途配信になり、機体番号の代わりにヒューガのロゴマークが描かれた SH-60J。 日向国の見木であるフェニックスとヒュガとヘリコプターの頭文字をモチーフにしている。収益から約1ヶ月後の2009年4月11日には一般公開され8200人が訪れた。この際予定になかった関西企業エレベーターに見学者を乗せて昇降するデモンストレーションも行われた。館内には除籍された飛行不能な SH-60J を一機搭載していた。この機体は展示及び訓練に用いられており、一般公開時には飛行看板上に展示されることが多い。ありがとうございます。